お世話になります。アクアです。今回ノーブランドの、ショットシェルホルダー、購入して、マルゼンさんのショットシェルを使えるように少し手直ししてみました。本品は、1200円から1300円弱ぐらいの値段ですね。このようにまあ結構使えるような感じで見た目ですね。ギミックはなってます。チェストリグなどにつけるようなものではなくベルトに、挟み込むタイプみたいですね。はい。ギミックはよくできてますね。しかしいかんせん、樹脂製なんであまり耐久性などは、求められません。見た目だけですね、あくまでも。ですがもともとはめたらですね、スカスカでちょっと揺らしただけでも落ちる状態だったんですけども、まあ、このように手直ししたらがっちり使えるようになりました。はい。私はこういうものを使ったことがないんで、まあフィールドで使えたらいいかなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。